人間の土台作り。前回まで素読のメリットとか、まあいいよっていう話を散々してきたんですけど、じゃあその素読をやってた頃の素読教育というのの位置づけということについてちょっと今日は見ていきたいと思います。素読の意義その3です。寺子屋などで行われていたこの素読ですが、その学問としての位置づけっていうのはどうなんでしょうね。ちょっとここに文系理系と書いてますけども、これは現代における分け方ですよね。みんなが思いつくような。じゃあ昔はですね、どうかというとやっぱり系統を分けてたみたいなんですよ。それは文系理系ではなくて、はい、本学末学という分け方だったようですね。でこのまさに本学というところが、私が言っているこの素読教育のことですね。論語大学17条憲法、こういう古典からですね、まあ、偉人の生き方学ぶというか、まあ、人の基本みたいなもんですよね。で末学がまあ何ですかね、稼ぎ方というか、まあ、食べていく方法みたいな、まあ、テクニックですよね。まあ、目に見える利益の得方みたいな感じですよね。だから当時は種のまき方、肥料とかね、そういうのやり方とか、まあ、商人や武士であればそろばんの弾き方とか、まあ、経営の仕方とかですかね。まあ、現代はもうほんと多種多様な職業ありますからね、まあ、それについての、知識とかそういうのを学ぶのが、末学ですね。この2つにはですね、優先順位がこう厳密にあってですね、まず本学が大事であると。でその次に末学があるっていうわけで、生きていくための手段、稼ぐ手段っていうのは、その次だよと言われてたんですね。でこの末学ばかりを重視してですね、この本学、つまり素読とかですね、そういうのをやらないっていうことをですね、これを本末転倒といって、恥ずべきこととされていたようです。やる気あんのかてめえ。現代ではこの本学に近いようなことをあまり重視してないもんですから、もう自動的にこの本末転倒の完成ということになりますね。頭が良くて心が汚いちゅうになりますとね、これはね、もういくらでも人が騙せますから、自分だけ良ければいいやとか、儲ければいいやとか、そういう風になってしまいますね。そういう事例を世の中で多く見かけるもんですから、考えるとちょっと暗くなってしまうけどですね。はい、じゃあもうそろそろここまでで、まとめたいと思います。この素読の意義っていうのは、心の軸もそうですけど、知識の土台を作るっていう点にもいいじゃないですかね。だってものすごい語彙力が育ちますからね。幼い頃からやってたらもう特にいいんですけど、大人がやったってね、いいですよ。やっぱりたくさんの名言を探して元気になってほしいと思います。はい、ということで、文系理系ではなく、本学末学というね、心の土台、心の軸、知識の土台ということですね。昔はこの素読教育自体がですね、もう得か損かというよりもやってないと、もう人としてまずもうダメだと、それぐらいの位置づけだったということですね。現代では当然素読教育というのは一旦ね、もうなくなっちゃってるのであれなんですけど、やろうと思えばすぐできるわけですよ。実際うちの子供たちはね、6年ぐらいやってるんですかね、心の土台というか軸というか、その点がはっきりしたとは言いませんけど、変な迷いとかそういうのはやっぱないような気がします。私もね、大人なんですけど、その素読教育に触れて、古典に触れていくとね、なんとなく迷いがなくなったような気がしますよ。やっぱほら、テクニックばっかり知っててもね、お金いっぱいあったって心が歪んでたらもう何もならないじゃないですか、ね、私みたいに多少貧乏でもね、幸せに過ごすことができますよ。そんな人を幸せにするエッセンスもこの素読、それから古典にはね、含まれているということです。はい、名言を読めば、そう、本当に元気が出るということでした。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。